田です。はい、タイトル通りある通り臨時を開業したよ。 GC2 を、はい、まあそうですね、詳しいことは置いといて、とりあえず外装の紹介をね、ちょっと買った車を紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ早速外装からまずフロントから紹介したいんですけど、まあ大きく変わってるのはボンネットですよね。カーボンボンネットが入ってます。これどこのだろう、どこのかちょっとわからないな、分かんない、ね、ちょっとまあ前オーナーさんにちょっといろいろ聞いてみようかなと思います。であとはバンパー、フロントバンパーもちょっと変わってて、これもね、どこのかちょっと聞いてないんで、わかんないんですけど。ナンバーがオフセットしてます。あ、そうだ、ナンバーがちょっとオフセットしてありますね、位置は。はい。ちょっとだけ。あと、ヘッドライト。あ、96じゃ、なんだけど、98仕様になってるから、HID になってる。純正で。あ、これわざと変えてるとか？変えてるでしょ。98の純正に変わってるっていう。前オーナーさんは言ってましたね。なんか9、これは96、あ、そう、この DC2 96スペックなんですけど、ヘッドライトはなんか今98のやつに変わってるんで HID みたいですね。で、そう、バンパーはこれあれなのかな、結構ラジエーターに風がね入りやすいような感じになって、まあ、結構走る系のバンパーなのかな、わかんないけど。あとはちょっとこういうところ、こういうね細かいね割れとか結構あるんですけど、まあいいでしょう。で96なんでホイールの方は4欠4アナルです。でホイールは SSR 田辺ですね。で96スペックの方は純正は15インチだっけかなんですけど、98は16で、これは16なのか、ね、インチアップしてるね、インチアップしてるのか。で205で幅もね、96だと195の15なんだけど205の16に変わってます。であとやっぱ大きな違いはブレーキがちょっと小さいみたいで、96スペックの方がなんか98のに交換をした方がいいっていうのはなんかよく聞きますね。はい、タイヤがフェデラルの5、これなんだろう、595RS プロっていうのだね。 RR とかじゃないんだね。うーんですね。であとはなんかこういう前オーナーさんなのか、その前オーナーさんなのかわかんないけど、これステッカーがね結構貼ってありますね、いろんなとこに。ここにもなんか貼ってある。これミラーって手動なのかな、手動ベコンベコンってやつか。なんかちょっとここが塗装が剥げてますね。うん。であとはこのウィングが変わってんのか、ウィングもどこのか分どこのか分かんないな。はい、であとはテールも変わってますね。ユーロテール、うん、クリアでね。であとはリアバンパーも変わってます。これもやっぱりこのダクトがねついてるんで、やっぱりこういう車にはね、あの上でね最高速で変化があるんじゃないかなと思うんですけど、まだそんな乗ってないんでちょっとわかんないですけど。あとマフラーはこれどこのだ、プロレーサー、あ、なんかここに書いてあるか、いやわかんねえな、わかんない
やっぱ値段が値段なんで、いろんなところにボロがちょっと多少は出てるんですけど、まあちょっとね、セカンドカー練習用で買ってるんで、そこは全然気にしないんですけど、あとここにね、大きいフィールズっていうステッカーが貼ってあって、はい、あとはこっちに細かいのも貼ってあるっていう感じかな。外装は、であとボンネットをちょっと見ていきましょうか。俺ボンピンやるの初めてだわ。タグダブルアレックスでもやりてえな。よいしょ。やっぱりね、あれ、これ止めるやつここか。やっぱりホンダといったらエンジンですよ。名機 B18C ですね。ちょっとここね、ヘッドのところなんかにじんでるんですけど、お、EJ20 サウンドがここはね、ちょっとね、まあ後々いろいろやっていこうかなっていう感じです。で、大きく変わってんのはこれ吸気か、インテークフィールズのやつに変わってて、で、あとオイルフィルターが移設されてますね。うん、エネオスのやつがついてるっていう感じで、で、あとちょっと前オーナーさん情報だと、結構ね、プロにもね、この車を乗ってもらったらしいんですけど、やっぱ Q6 ってポート研磨手作業だったりとかあるんですけど、結構ね、Q6 の中でもやっぱダントツに速い当たりエンジンみたいで、プロが乗ってもこれ速いねって言われるらしくて、ちょっと当たりエンジンらしいんで、そこはちょっとね、大事にしていきたいなっていう感じです。はい、で、あと変わってるところは、これは何だろう、アーシングなのかな、これ。そうだね、勝手に見て、あ、まあいろいろ繋がってるね、うん、そうだね。で、あとはラジエーターは純正かな、ね、純正ですね。純正だね。でもちょっと乗った感じの水温の具合、ローテンプとか入ってそうな感じはありますね。中はこのぐらいか、変わってんのは。というぐらいです。はい、あとこのタワーバーがついてるね。純正じゃないかな、これは。純正でついてんだ。インテグラタイプ R って書いてあって、であと車高調が定員か。そうだね、車高調が定員のものです。はい、というぐらいです。はい、で、車内の方は、まず OMP のハンドルに変わってます。あと、変わってんのは、まあ、これなんだこれ、気温と湿度計がついてます。これ前オーナーさんでした、多分。で、あとは、これが追加メーターがついてるんですけど、左から水温、真ん中が油温、右が油圧だね。はい、デフィのやつがついてます。オートゲージか。嘘つきました。で、あとはこの定員の減衰調整が室内からできるやつがついてます。で、あと変わっててるとこはあんまりないか、うん、エアコンがついてる。あ、エアコン付きです。このモデルはオプションみたいですけど、このノブも純正か。これいいね、このノブ。アルミかな、アルミで。
シートもやっぱこの赤いねやつ特徴的な。だ結構やれてきちゃってるんで、やっぱフルバケを入れようかなっていうのは思ってます。でやっぱどうせなら赤いのがいいんで、それも一応考えてます。このペダルは変えてあるね、ラッチョなやつに変わってるね。はい、っていう感じですね。はい、 MD が聞ける、 MD 聞けるのはちょっと時代を感じるな。これ96ってことはあれか、俺の2個下か。そうだね、俺ら94年生まれだから、そうだね、あんまり変わんないね。ちょっとそこの配線を直した方がいいかもしれないね。あ、そうですね、ちょっとこの配線類はやっぱ走るのに危ないんで、きっちり直していきたいと思います。後ろトランクちょっと開けてみるか。うん、よいしょ、ハッチですよ。はい、ここは内装はないんだっけか。もともとはマットが引いてあって、後ろのこのバック背もたれまで引いてあるみたいなんだけど、あ、まあ、取っちゃってると、取っちゃってる、前のオーナーさんが取っちゃってると。うーん、タワーバーがあって、でタワーバーね、これフィールズってあったるからフィールズあれなのかな。うん、あとは純正で補強が入ってるかな、これ純正でバーが入ってるのかね。うん、あとはまあタイヤね。サビ？うん、確かにね、ちょっとサビがやっぱ来てますね。まあこのストラットっていうか、まあ一番負荷がかかりそうなところはないけど、こっちのリアセクションの方は下とかも結構サビがやっぱこの年代なんで来てるんで、まあ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 、でもこんなもんかね。すごいね、ここら辺も配線むき出しだもんね、テールの、うん、交換が楽でいいけどね、こういうのは。はい、あとシートがちょっとこれオプションで曲がってます。はい、こういう仕様です。一応4名乗りってことね。ああ、4人ね、ままだね、まだ。そのうち2名になっちゃうかもしれないけど、うん、っていう感じです。これリアハッチは漏れとかないんだっけ。いや、ちょっともしかすると、まあ、テールランプのあたりから漏れてきてゲートを下ってここに、あ、それでそこに錆びてるのかもしれないから、やすって塗装してはちょっと必要かもしれない。うん、ちょっと様子見だね。そうだね、どんなだとこのテンパータイヤの下もすごく錆びてたんで、あ、でもここも削って錆止め、うん、塗装が必要かなっていう感じではありますね、うん、っていう感じでやっていくしかないね。はい、という感じでとりあえず車の紹介は以上なんで、ちょっと試乗していきましょうか、どんなもんか。はい、じゃあマフラーの音いきます。すごいね、これ椅子一番後ろ、それあれ、これ一番後ろかな、一番後ろだけど、もしかすると4点ハーネスの付け根がね、当たってるから外さなきゃダメかも。ネジとネジが当たってる、そっち、ネジとネジが、だから今すぐできないね。あれ、でもこの前さ、もっと下がったよね。いや、どうだろう。いや、だってもうこうガッツリ当たってる、危ない危ない、壊れちゃう、壊れちゃう、頑張って。じゃあこのまま行きます。縮むしかない。188あるからね。すごいな、これ多分ミッション今日ミッションアウト変わってればすごいヒューって言ってるから。見てください、その上に流体が
よし、じゃあ早速乗っていきますよ。前の動画でカリッカリの FF に乗ってぶん回したいって言ったんですけど、それがちょっと夢が叶いそうです。936キロです。はい。で、96スペックって言ったんですけど、年式は97です。あとね、ここにね、純正オプションの、2016年式のフリスクが落ちてます。はい。